こんにちは、ズーミンです。2023年海外遠征の動画前編後編見ていただけましたか？まだの方はぜひご覧ください。さて、今回はなんてこったを乗り越えて初の100マイルニースバイ UTMB をお届けします。9月17日にロゼッタバーティカルを終え、初の100マイルレースに向けてドロミテからニースへ移動しようとしたら、車に何やら警告灯が。様子を見ながら走らせていましたが、どうも冷却数のトラブルっぽい。イタリアのロードサービスに電話してもらい、来てもらいました。しかし現場で対応できないということで、レッカーで修理工場へ一緒に運ばれてしまいました。そこで衝撃の事実が。部品を交換しないといけないので、日数かかるよ。だから電車で家に帰りな、と言われました。修理工場からボニャンコまでバスと電車を乗り継いで7時間以上。時刻はすでに夕方の5時。帰るに帰れないと、途方に暮れていたら、修理会社のおじさんがホテルを紹介し、連れて行ってくれました。遠征の大荷物を持って、花ちゃんも連れての移動は厳しいので、修理が終わるのを待つことに。ニースの試走の予定が大幅に狂ってしまうけど、スペシャルカーでなんとか遠征を続けたい。その思いで修理を待ちました。そしたらなんと、3日で修理を完了してくださり、その後、ドロミテ、ボニャンコ、オーロンと13時間かけて移動し、ニースバイ UTMB に挑むために、スタート地点、オーロンのお宿へ。それでは、海外遠征特別編、なんてこったを乗り越えて、初の100マイル挑戦、ニースバイ UTMB、ぜひご覧ください。車を直してもらって、いざニースへ。ここはゴール地点。観光地なのでたくさんの人でにぎわっています。海がとっても綺麗で、多くの人が海水浴もしていました。しかしコースの8割は海は全く見えず、険しい山岳コース。岩井はガレガレの超テクニカルなコースでした。海は見えないけど山が壮大で、本当に絶景。この景色には圧倒されます。コースは険しくて厳しいですが、この絶景にはたまりませんね。ラスト20キロぐらいだけようやく海が見えてきて、ニース感が味わえます。滞在先はスタート地点のオーロン。標高1800メートルのスキーリゾート地なので涼しいです。冬はたくさんの人でにぎわいますが、この時期は静か。車のトラブルで現地入りが2日遅れてしまったけど、全コース試走しました。試走中はマーキングもなく、 GPX を頼りに道なき道を行かされるところも多くて、ロストしまくり、かなり苦労しましたが、なんとか全コース試走。ヘベレケ姉さんもサポートエイドまでの車の道順を確認してくれました。そしてレース前日は学生時代の友達が応援に駆けつけてくれました。さあ、初めての100マイルレース当日、午前中にゼッケンをもらいに行って、12時まで宿に戻って準備。100マイルなので補給食も大量。試走した感じでタイムチャートを作って計画しました。調子はどうですか？調子は
走ってみないと分かんないです、はい、初100マイルなので、はい、とりあえず全てを楽しんでいきたいと思います。目標タイムは、目標タイムは29時間ぐらいで、日本の時間です。時間で、いや23時ぐらいかな、だそうです。はい、日本の皆様に一言、日本の皆さん頑張ってきますので応援よろしくお願いします。頑張ってね。さあ、ズーミン初の100マイルいよいよスタート。100マイルなのにみんなすごいスピードで駆け抜けていきます。補給はグー、カツサプ、アミノサウルス。サポートエイドではそうめんやおにぎりなど日本食も用意してもらいました。さあ、最初のサポートエイド、イゾラ37キロ地点。自分ではそんなに速いつもりはなかったのですが、タイムチャートよりはだいぶ速かったみたいで、エベルケ姉さんやなおちゃん、ペペさんはびっくりして大慌てだったそうです。サポートエイドではそうめんやおにぎりなど日本食を食べる様子をカメラマンたちが面白そうに撮ってくれました。そうめんが珍しいらしく、後からあれはなんだと聞かれたそうです。ヨーロッパは日が暮れるのが遅いので8時ぐらいまでは明るいです。そしてついに暗くなり、夜に夜はペース上げられへんから、ゆっくり行こうと思って行ってる、うん、特に痛いところ、膝の 裏ぐらい、うん、呼吸は取れてる、受け取ってる、オッケー。サイトも見やすいからいいわ、うん、やっぱ思想しといてよかった。もう思想で3段ロストしたから、今日は見せへんかった。はい、頑張。この日は満月。今まで一晩中走ったことはなかったですが、まだ明るくてよかったです。あ、姉さん、あ、やっぱ膝が痛い。今まで痛くなったことがない膝裏が痛く、ちょっと心配な様子。自分ではかなり遅いような気がしていましたが、設定タイムよりは1時間も早かったようです。ボートエイドでは次のエイドまでのコースを確認します。エイドでは毎回大好きなスイカがあったので、スイカをむしゃむしゃ頬張っていました。グミとかジェル以外は食べれる、うんうん、いいよ、じゃあ食べたら。さあ、未知の世界、100キロを超えてこれからどうなるのか。
ここまでの区間で1位の女子に抜かれてちょっと落ち込み気味のズーミン。はい、行くで行くで。抜かれた。大丈夫や、目の前におる。これでいい。いい。足にできた豆が痛すぎてゆっくりしか走れません。もう足は限界でゆっくりしか走れませんが、食欲だけは旺盛。はなちゃんも一緒に全部回ってくれてありがとう。最後のサポートエイド、ここははなちゃんも一緒に入らせてくれました。さあ、あと残り20キロ。もう足は限界ですが、頑張ってゴールを目指します。最後のサポートエイドでズーミンを見送ったヘベルケ姉さんとハナちゃんはゴール会場へ。しかしゴール会場はハナちゃんは入れず、外で待っていてくれました。そしてズーミン感動のゴール。きつかったけど完走できてよかった。最後まで応援してくれたなおちゃん、ペペさん、サポートしてくれたヘベレケ姉さん、はなちゃんには本当に感謝。序盤は優勝できるかと思いましたが、100マイルはそう甘くはありませんでした。でも2位になれて嬉しかったです。後半全然走れなかったので、まだまだ自分に足りないものがたくさんあることが分かり、とってもいい経験ができました。これからしっかり100マイルも走れるように練習して、今度はしっかり走りきれるようにまた100マイルにも挑戦していきたいです。皆さん、これからも応援よろしくお願いします。